今紹介させてもらったワンちゃんたちのような毛の長い犬種はブラシをしてあげないとすぐにもつれてしまいます。お散歩や遊んでいる時に摩擦で擦れることによって毛が絡まりやすくなります。他にもハーネスをつけている部分やお洋服を着せてあげた後などももつれやすいです。なので脱がした後はしっかりブラシをしてあげましょう。毛の長い犬種は体全体にブラシをしてあげないといけないですが、今日は特にもつれやすい部分を実際にやっていきながらご説明していきます。まず1つ目は口元です。口元はご飯、水などで汚れがつきます。それを放置しておくと固まってしまいもつれになっていきます。このような肛門を使用してやるとより細かい汚れも取れます。次は足の先です。こちらもお散歩などで汚れたり足の先を舐めたりして固まってもつれになりやすくなります。脇です。脇は先ほども説明しましたが一番摩擦が起きる場所になるのですぐにもつれやすくなっています。脇の場合はワンちゃんが立っている状態でブラシができない場所になります。なので少し足を上げて拭いていきます。足を触られるのが苦手なワンちゃんも多いのでそういう子の場合は膝の上で仰向けにして拭いていってもいいでしょう。上げるときに注意してほしいのは逆に上げすぎるとワンちゃんは痛いのでこのようにしてやってあげてください。次は内股です。背中や表面などはブラシがしやすいのでしっかりできていることが多いですがどうしても前足の内側や内股などを見落としてしまいます。やりやすい場所だけではなくそういった内側も意識してやってあげましょう。今紹介させていただいた毛の長い犬種以外にもポメラニアンやダックス、パピヨンといったふわふわした柔らかい毛のあるワンちゃんは耳がもつれやすくなっています。このように耳をめくって解きます。裏側もしっかり解いていきましょう。放置しておくとその毛玉にまた毛が絡まりどんどん大きくなってしまうのでもし毛玉ができてしまった場合は小さい毛玉のうちからブラシをしてあげましょう。もしお家でシャンプーをされる場合は入る前とドライヤーの時にしっかりブラシをしてあげましょう。